はい、皆さんこんにちは、ひろきです。ということで、今回は、スピリーグオンライン予選の結果発表会やっていきたいと思います。ということで、まず皆さん、この期間本当にお疲れ様でございました。この動画は、ただただ喋ってる感じの動画になっちゃうと思うんで、もしよろしければね、ラジオ代わりにも聞いてもらえたらいいかなと思ってます。では早速いきたいと思います。いきましょう。はい、ということで、今から結果の方を見ていこうかなと思います。僕は、サイガースの方で、出ました。果たしてどうだったんでしょうか。いきましょう。はい、ということで、246位でフィニッシュすることができまして、僕自身この大会で初めて、リボン獲得することができました。いやー、嬉しいですね。はい、よかったです。はい、成績では36勝3敗ということで、最終レートが7625ですかということだったんですけど、今までの大会の中で一番力を入れた大会だったかなと思います。これまでは、とりあえずまず累計までやって、で、その後勝てたらいいなとか、上手くなりたいなというところで、試合をやってたんですけども、結局のところ、沼って、レートを落として、で、ちょっと萎えて、もう完全に撤退してみたいなことを、ずっと繰り返してたわけなんですけど、今回ばかりはね、諦めずにね、完走できたんじゃないかなというふうに思っております。で、今回僕が実際に、使用したオーダーを、改めて紹介しようかなと思うんですが、実際にはこんな感じですね。はい、まず野手から見ていきますか。はい、基本的にはなるべく守備を固めた上で打撃の量強が高い選手を中心にですね、並べていったって感じですね。はい、で、多分スクロールしながらね、順を追って見せていると思うんですが、そうです、鍵になるところで言うと、平野さんのところで打順が回ってきたら、岡田彰布さんに変えて、で、そのまま守備守ってもらうみたいな感じのところですかね。野手に関して特に目まぐるしくこう起用したっていうと岡田さんぐらいかな。強いて言うなら、ビハインドのところで、チャンス回ってきたら、この梅野選手のところを原口選手使ったりだとか、近本選手のところにロハス選手だとかというところを使用したぐらいなんですけど、正直そんなにベンチもそこまで出番がなかったっていう感じでしたね。基本的にはもうほぼスタメンのメンツで、岡田さんのところを平野さんに変えてといったところで、戦えた布陣だったかなというふうに思っております。で、一方でピッチャーなんですけども、タイムスリップのね、写真変わってますけど、藤浪選手中心に、岩佐投手、西投手、青柳投手、能見投手というところで、ピッチャーに関しても、基本的にはリリーフに頼らず、なるべく先発を引っ張ってみたいな感じで、いけたかなと思っております。はい。で、成績的に見ると、多分今テロップ出ると思いますけど、打率が4割7分ほど、なんとか打てました。で、防御率が 0.3 点台というところで、どちらも過去最高の成績を、残すことができたかなと思っております。はい、打率に関してはもう1割以上ですか、大会の打率更新したんで、いやー、めっちゃ嬉しかったですね。はい、で、この大会でリボン絶対取るぞと意気込んでいたわけなんですけども、実際に僕が取り組んだことというか、意識したことっていうところを、ちょっと喋っていきたいかなと思ってるんですけども、大きく3つあります。はい、まず1つ目、ランク戦をやらないっていうことですね。はい、ランク戦と、大会だともうルールがもう別ゲーすぎて、で、何が違うかっていうと、フェードとそのスピードですよね。ランク戦だったら、高速フェードっていうルールで、スピードがノーマルと。で、大会となると、フェードが超高速フェードっていう、また難しいルールになって、で、球速もノーマルプラスということで、変化球のスピードもね、上がるという、特殊なルールでございまして、両方やる兼ね合いながらちょっとやるとですね、僕そんな器用な人間じゃないんで、もう感覚鈍ってしまうなっていうところがありました。はい、で、このオンライン予選の、詳細ですかね、発表されたのが確か8月23日からだったと思うんで、そこからですね、もうランク戦はね、もう封印しました。はい、じゃあその期間、じゃあどういう練習してたかっていうと、ここにあるこう打撃練習ですよね、2つ目に入りますけども、いや、これめちゃくちゃ機能としてありがたいですよね。もうマジで助かってます。はい、で、ここにね、投手選択っていうところがあるんですけども、この間のね、アップデートの方で、選手が一部変わったというところで、
まあ、先発、中継ぎ、まあ、合計30名ほどいるわけなんですけれども、で、まあ、前回に続いてですね、阪神タイガースのピッチャー、誰一人もいません。はい。もう、秘宝なんですけど、まあ、これはしょうがないよなっていうね、いうところですよ。まあ、シリーズ2のね、選手もどんどん追加になってますけれども、まあ、スワレス選手だったり、及川選手だったり、相変わらずね、ツーシームが横方向にあるので、まあ、なかなかランク戦に起用する人は、まあ、少ないよねっていうのを、まあ、しぶしぶ感じてるんですけども、まあ、コナミさん、ちょっとそこをなんとかしていただけませんでしょうか。はい、ちょっと、もうちょっと阪神のピッチャーで、ちょっと、全12球団の方とかね、それ以外の方でも、やっぱりちょっと、使ってみたいなと思うような感じの、まあ、吸収査定をしていただけたらなと思うんですけども、まあ、それはちょっと今どうでもいいんです。さておいてですね、でそこでまあこじゃあ実際に阪神の選手が誰一人もいないってなった時にじゃどういう練習をしたかってことなんですけども、まあ、まず、ストレートだけを練習する、でその後ツーシームだけを練習するといったやり方をまずしました。でこれどういうことかというと、超高速フェードをこう慣れるというかこう体に染み込ませる練習をしたかったんですよね。はい。で、まあ、ある程度ねストレートとツーシームも混ぜて、まあ、体のスピードとか体幹ついていけるようになったら、まあ、変化球もやるみたいな感じにしたかなと思ってます。はい。でまずストレートとツーシーム慣れさせるっていうところで言うと、まあ、例えばそうですね、これ千賀投手とかを結構参考になったんですけども、まあ、ストレートとツーシーム両方とも、まあ、161キロ156キロとかなりスピード速いんで、まあ、結構練習にはいいんじゃないかなっていうところ で実際にチョイスします。でここに球種指定があるんで、実際に言うと、まあ、投げる球種、投げないでほしい球種選べることができるんですよね。なので、まあ、最初はこのストレートだけを選んで、練習すると。でストレート慣れてきたなと思ったら、今度はツーシームだけを練習するって感じで、で慣れてきたら今度ストレートとツーシームを織り交ぜて練習するみたいな感じでやっていました。はい。でまあいけるようになったら、まあ、変化球って感じなんですけども、で実際今回そのスピリーグっていうのはそのドイツ球団としか当たらないと、まあ、僕だって阪神で出てたんで、まあ、阪神のピッチャーしか当たらないっていうことになっているルールだったので、まあ、大体阪神のピッチャーよく来るだろうなっていうのが、まあ、藤浪選手、西選手、岩佐選手かなっていうところが、まあ実際にもねよく対戦したピッチャーなんですけれども、じゃそれとね同じ球種を投げるピッチャーをちょっと例にとって実際ちょっとやってみようということになってまして、まあ、例えばそうですね、まあ、藤浪選手を仮にまあ練習土台となった時に、いるかな、いましたね、有原投手ですね。はい。ここをね藤浪選手を満たして練習しようというところで吸収して、で藤浪選手の武器って今速いまっすぐと落差のあるフォークボールなんですよ。なのでそこを参考すべくストレート、フォーク、ツーシーム、この3球種に絞ってもうひたすら練習してましたね。はい。まあ、これ だいたい今投げる球種がその3つかなっていうのも、まあ、僕だったらそのいう配球をしていくかなっていうふうに思っていたので、まあ、この3つに絞ってひたすらもう練習するって感じですよね。はい。でオプションもねもちろんここにね、超高速フェードノーパルプラスといったところで、まあ、大会仕様の、練習にしてっていう感じになっておりました。で、まあ、さらに意識したことで言うと、まあ、インコースはもう引っ張る、でアウトコースは、流すっていうところを意識して、ひたすらそうやってね反応で打てるように、もうひたすら練習を繰り返しました。はい。で、まあ、あと西選手だったりとか岩佐選手とかは、まあ、どういうピッチャーで見立てたかっていうのは、まあ今テロップで出ていると思うんですけど、まあそうです、まあ、球速差とかあとは変化量っていうところは、まあ、違いはあるとは思いますが、同じ右ピッチャー左ピッチャーで投げる球種っていうことに関しては一緒だなというふうには思ったので、まあ、ひたすらこんな感じで練習をしてました。まあ、全球種はさすがにちょっと難しかったんですけど、まあ、大体この鍵になるだろうなっていう球種に関してはこうやって貼ることができたんで、まあ、非常にね、やりがいがあったかなというふうに思っております。で、3つ目、ルーム戦ですね。はい。まあ、これはもう何よりも実戦感覚を身につけたいというところで結構何試合もやりました。で対戦相手の方に、まあ、ちょっと無理を言ってですね、まあ、阪神のピッチャーを起用していただきました。本当にご協力してくださった皆さん本当にありがとうございます。A ランクや B ランクでも
非常にいい練習になりましたし、特に他球団の純正の方だったらね、もうその選手だったらもう特訓とかに混ぜてもおかしくない選手を残していただいたりとか、ユーザーの方によってはノーマルスカウトを引いて D ランクで勝負してくださったりとか、いろいろ創意工夫していただきまして、もう非常にいい練習になりました。で、他球団のね、純正の方を相手にしたときは、その相手の球団に合わせて、その球団のね、ピッチャーを使用しました。まあ、例えばね、相手の方が中日純正の方だったら、まあ僕は、ピッチャーは中日のピッチャーを起用するみたいな感じで、何度も練習させていただきました。まあ、ある意味は耳みたいな感じでお互い練習にもなったかなというふうに思っております。で、まあ今挙げた3つですかね、もうこの期間、意識して取り組んだ結果、まあやりきって、リボン取れたんかなというふうに思っております。で、まあ次の大会どうしましょうかね。まあ仕事の兼ね合いやったりとか、まあその他もろもろいろいろありますんで、まあなかなか次の大会でもリボン取りますとこう早々にね断言はできないんですけど、まあ年明けでスピちゃんの予選がまたあるということなので、まあ次はそこですかね。まあどうでしょう。まあ取れたらいいかななんて思ってますけど、まあ今まで以上にね、まあ大会に関しては、まあ楽しんでやれるのかななんて思っております。まあでも個人的にはまず階級上げたいですかね。はい、今名人4位に上がって、まあキャリアハイ絶賛更新し続けております。なんでまあこの勢いで初のね、9勝目指していけたらいいかなと思っております。まあでも一番は、まあマイペースに楽しんでやれるのが一番いいんだろうなというふうに思っておりますんで、まあ動画投稿も比較的緩くやっておりますんで、まあぜひこれからも他の動画もね、見ていただけたらいいかななんて思っております。はい、ということで動画時間かなり長くなって申し訳ないんですけども、まあ、最後に、大会の、ランキング報酬 S ランク契約書を開けて終わりたいかななんて思っております。どうでしょうか、誰が欲しいかな。とにかく被らんかったら誰でもいいっすわ。はい、もう最後なんかめちゃめちゃ適当な軸になっちゃいましたけども、長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。これからもゆるーく、動画上げていこうと思っておりますんで、チャンネル登録と高評価押していただけたら励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。改めてリボン獲得された皆さん、本当におめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。